宮地岳古墳、宮地岳古墳は、宮地岳大塚ともいい、福岡県福津市の宮地岳神社境内にある、古墳時代終末期の円墳である。艶崎古墳群の一つとして、国の史跡に指定されている。本古墳は、宮地岳神社境内にあり、宮寺、手光にある、他の古墳と同様に7世紀の築造と推定される。墳旧形状は、大型の円墳で、 直径は34メートル横穴式石室の長さが約22メートルもある。今日内部を見学できる横穴式石室としては最大のものである。この石室に使用されている石材は玄海灘の合島から船によって運ばれたと推定されている。現在知られている古墳時代の横穴式石室で日本最大のものは奈良県柏原市にある。 巨大古墳店丸山古墳のものであるが、これは、区内庁管理の両母参考地に含まれており、非公開とされている。巨石墳として、有名な奈良県安ス村の石舞台古墳でさえ、約20メートルである。この古墳の入り口には、ガラス製の骨壺を収めた、青銅製の骨倉木も追納されており、被葬者は、村方一族の市長母であるとされる。日本初期、 天武天皇二年正月上で定期を記している中に、次に、宗形君徳善が女甘子娘を治めして、高市美子命をなしませりとあって、この古墳に埋葬されているのは、徳善であるとの説が有力であるが、宮地岳古墳は六世紀の築造であり七世紀前半の人物である、徳善では、時代が合わず、諸説あるが、岩石の関係者との説もあると宮地岳神社では、 説明している。長さ約22メートルの横穴式石室で終末期古墳の特徴の一つである。混同性バグ類、混同層化物地立ち、長方形ミドリルリ板などの出土品が一括して国宝に指定されている。終末期古墳として最も豪華な副装品である。ガラス板について輸入品とする説などがある。つまり、 公開術にかけた胸型勢力が独自に朝鮮半島や品大陸との交渉をする中で入手したと推測される。機内の古墳では類例が知られていない。ありがとうございます。